Attention, please. The next stop is Akisaizaki. Thank you. Okunojima, famous for rabbits, please get off at Tadano Umi Station. ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。以前配信した旅行映像作品の中で予告はしていましたが、本作から新たな旅行映像シリーズ広島山口編が始まります。まずは広島県タビワの広島イーストパスを使う旅をしようと思っています。現在地は広島県竹原市の只野海駅と、看板を見ていただくと大久野島という島の名前が見えると思うんですが、ウサギの楽園とも呼ばれている島です。前日三原市で一泊したんですけども、この映像を撮ったのが2023年12月12日午前5時52分です。なぜこんな時間帯にこの只野海駅を選んだかと言いますと、この駅から歩いて数分の場所に港がありまして、大久野島との連絡船が運航しています。今回は始発便に乗ろうと思っています。記念すべき広島山口編の第1話、一緒に楽しんでいただければと思います。早速改札を出て只野海港の場所を確認したいと思います。ちょっと心苦しい気持ちで改札抜けたんですけれど、偶然居合わせた方に聞いてみたら、只野海駅は駅員さんが常駐しているわけではないと教えていただいたので、駅員さんに広島イーストパス使っていますよとスマートフォンの画面を提示しなければいけないので、心苦しかったんですけれども、何も言わずに改札を抜けさせていただきました。もうそろそろ只野海港見えてくると思うんですが、後ろに踏切が見えると思うんですが、反対側、こちらが大久野島と大三島盛港に向かうフェリーの乗船券を発売している券売所です。乗船券売り場の明かりがつきました。そろそろ営業が始まるんじゃないでしょうか。始まるんだありがとうございます。ぼちぼちと往復乗船券入手していこうようと思います。券売機があるんですね。上の方に時刻表、せっかくなんでゲットしてきました。券売機で往復乗船券購入してきました。ちょっと勘違いしてたことがあって、只野海の港からでも広島イーストパスが利用できると考えてたんですけど、どうやら誤った情報だったみたいです。ともかく買うことはできましたので、予定通り7時40分の船に乗って鉄塔が立っている島、大久野島に出発したいと思います。券売所から視線を左に向けると待合所があります。盛港から来たフェリーが只野海港に着岸するみたいです。また大三島に帰っていくようです。これが7時40分に出発する大久野島行きの船です。客室の中はこんな感じでした。
本日は計画ライナー線にご乗船いただきありがとうございます。本線は約15分で大久野島へ到着いたします。不意に気づいて手に取ったのは、大久野島でおそらく唯一の宿泊施設、旧家村大久野島のレストランのメニュー表。2023年12月12日午前7時40分、定刻通り出発です。2023年12月12日午前7時53分、大久野島着岸です。今僕は大久野島の本島に向かって歩いてるんですけれども、一つ勘違いしていたことがあって、大久野島にいるウサギはカイウサギというヨーロッパ原産のウサギらしくて、持ち込まれたのは1970年、そのウサギたちがこの大久野島でのびのびと暮らしているみたいです。もういましたね。早速お見せします。本当に人懐っこいですよ。人間を警戒する気配がないですよ。大久野島には静かなゆったりとした時間が流れていることがよくわかります。ぼちぼち本題に入りたいと思います。オープニングにおいて言い忘れたことがあるんですけど、またウサちゃん来ちゃいましたよ。話を戻します。今回の広島山口編のテーマの一つに戦争と平和掲げてみました。ここが大久野島ビジターセンター。第一桟橋の真反対にこの建物があります。広島はやっぱり被爆地でもありますし、今もどこかで行われている人と人とが命を奪い合うことに対して、もちろん長崎の方もそうなんですが、発信力があると思ってるんです。というわけで早速見つけたのがこちら、陶磁器製毒ガス製造器具展示場。これがその製造器具なんですね。あー生々しいな。大久野島毒ガス資料館です。まだオープン時間ではないようですね。毒ガス資料館の反対側はこのようになってます。決まった散策コースはどうやらなさそうなんです。戦前の毒ガスの貯蔵庫であったりいろいろ見られるらしいので、この道に沿って歩いていきたいと思うんですが、沼ですねこれ。ある種の沼だ。これは回避しなくてはいけない。昨日東京都内から16時間在来線だけでここまで来たんですけれども、その間に降った雨でヤシの木が落ちちゃってるみたいです。ここは三軒屋毒ガス貯蔵跡、ヴィラン製毒ガスイペリットが貯蔵されていましたとあります。それがこの跡地でしょうか。本当に言葉が出ないです。何やら先に進めそうな気配はありますけれど、
南京錠がかけられていて入れない状態になってます。まずは一つ毒ガス施設見学させていただきました。今歩いているこの道のすぐそば、瀬戸内の海がどこまでも広がってます。でも秦野海港で出会ったおじいさんの話では、その毒ガス工場で働いていた人たち誰も生きていないそうです。毒ガス貯蔵庫跡がこちらにあるそうです。奥に見える毒ガス貯蔵庫跡にはかつてガス管1個で10トン、貯蔵庫全体では80トン貯蔵できたそうです。毒ガスの元となるイペリット、ルイサイト、カナイの猛毒ということで日本が戦争に負けた後廃棄処分されたそうです。心配していたお天気の方が良くなってくれて青空も見えてくるようになりました。また毒ガスに関連する施設跡見つけました。長浦毒ガス貯蔵跡、当時の写真がここにあって、年間生産量は1500トンに及び、総生産量は6616トン。1929年から1944年まで毒ガス製造されてたそうです。ここで毒ガスが15年間作られていた事実を知ってしまうと、常軌を逸していたんだなって思わざるを得ないです。先は急な坂道になっているようです。何しろ雪駄ですので無理のない程度に何があるのか確かめようと思います。こちらの案内標識によると、注目していただきたいのは中部砲台跡と北部砲台跡、距離にして約 300m。 ちなみにどこかで見かけた掲示物によるとイノシシ出没しているようなんで、気をつけながら歩きたいと思います。こうした建物が今も生々しく当時の姿を残しているんですね。手段を選ばない人間の狂気のようなものをこの建物から感じずにはいられません。カノン砲の砲台がここにあったそうです。南国にありそうな植物が植生していて、本当に瀬戸内海の島なのかなと不思議な感覚を覚えるんですけれど、また別の施設見つけました。ここも北部砲台跡の一部だったんですね。日露戦争が始まる前の1902年に設置されたと書いてあります。内部こういう感じになっています。本当なんか怖いです。
どこにカノン砲が設置されていたのかわからないですけれども、もう二度とやっちゃいけない気がしますね。長い坂を上がるだけ上がったら下り坂に変わりました。さてこの先に何があるんでしょうか。すぐ近くに海がある場所まで来ました。この先にあるのが発電所跡なんだそうです。近づけるところまで近づいてみようと思います。かつての面影がよくわからないような状態になってます。このトンネルのような場所からも発電所跡の中に入れるみたいです。振り返ってみると芸用要塞時代の桟橋残っているみたいですね。これで奥の島を一通り巡ることができたと思います。お腹も空いてきました。そろそろ休暇村のカフェが開いていると思いますから向かいたいと思います。ここはバーベキューができる場所みたいです。忠の海港から見えていた鉄塔の正体、これだったんですね。青空によく映えるな。休暇村大久野島来ました。前回配信した樽島は宿泊が禁止されているということでした。でも大久野島ではこちらの休暇村で宿泊滞在ができるようです。散策するのに便利なこのシーウォークというのがあるんですけども、結構いい値段するんですよ。60分で1500円で120分だと3000円。またの機会にしたいと思います。レストランのメニューは船の中でお見せしたので、カフェの方をお見せしたいんですけど、こんな感じになってます。英語版もあります。奥の方にはお土産コーナーも見受けられます。撮影の方は OK いただきましたんで、早速券売機で食券を買いましょうか。生ビールとタコ天にしましょう。お願いします。これが今回のオーダーです。左側生ビール700円、右側がタコ天500円でした。いただきます。まずはビールから。染み渡る美味しさ、本当に安定のクオリティ。それに加えてのタコ天、タコの食感はそのままにサクサクの衣で包んであるので、ビールとよく合いますね。休暇村大久野島からだいぶ離れて2番桟橋の方に向かってきております。花の海港に行く場合はこの桟橋から船に乗る必要があるんですね。
ありがとうございました。大久野島から多田の海の港に戻ってきました。もうそろそろエンディングと行きたいところなんですが、もう一つ思い出したので、そちらをお見せして本作のエンディングとさせていただきます。そちらはこの建物の中でできます。ただの海港の造船券売り場で買えるソフトクリーム、こんな感じになっております。というわけで、バニラとグリーンティーとミックス3種類ありまして、値段はどれも450円。今回はミックスを選びました。頬張った瞬間にグリーンティーの豊かな味わいとバニラのコクが一緒に入ってくる感じがしてます。多田の海駅に戻ってきました。そんなわけで、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の広島山口編第2話は竹原町並み保存地区を歩きます。僕も名前しか知らないので、どんな旅ができるのか本当に楽しみです。次回の配信もぜひお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。